第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦い移作戦に行作戦とは日本海軍が1943年4月7日から15日にかけて南東方面艦隊と第三艦隊所属の艦載機によりガダルカナル島やニューギニア島南東部のポートモレスビー、オロワン、ミルンワンに対して空襲を行った作戦である4月7日に実施された空襲は 大本営発表によって、フロリダ沖海戦と呼称された。作戦名は、イロハジュンの最初の文字にあやかって付けられた。本作戦終了後の4月18日、一式陸上攻撃機に登場して、最前線の視察に向かった、連合艦隊司令長官山本56大将は、ブーゲンウィル島上空で蒸気を撃墜されて戦死した。1942年12月31日、 日本軍指導部はガダルカナル島からの撤収とニューギニア島東北部に作戦重点を転換することを決定した。1943年1月4日の大陸命第732号、同733号、大海令第23号により南太平洋方面作戦陸海軍中央協定が結ばれ、ここに日本陸軍と日本海軍は ガトー撤退作戦とニューギニア作戦強化の方向で動き出した。2月初旬、日本軍は化合作戦を発動し、ガトーから撤収した。記述のように、大本英陸海軍部は、ガトー撤収前から作戦重点をニューギニア方面に施行していた。1943年3月に発令された第三弾、作戦帝国海軍方針と同時期に、 日本陸軍との間に取り決められた陸海軍中央協定で春以降の作戦方針としてニューギニア方面を重視していくことを確認した。ラバウルに司令部を置く第8方面軍はニューギニア方面作戦に会議的、消極的だったが大本営陸軍部は方面軍の懸念を押し切る形で、ラエ・サラムア方面に対する攻勢を指導した。これにより、 南東方面の日本陸海軍は輸送船8隻、駆逐艦8隻による陸軍51師団のラバウル、ライサラモア輸送作戦第81号作戦を策定した。対空の上として日本陸海軍航空隊約200機が集められた。当時、南東方面の日本陸軍と日本海軍の間には問題があった。連合艦隊と 第八方面軍の関係は険悪で、ラバウルの南東方面艦隊と第八方面軍の関係も険悪であった。現地を視察した軍令部作戦課長山本近尾大佐は、南東方面艦隊は第八方面軍司令部に対して全然信頼していない。あれではニューギニア作戦もおぼつかないであろう。道路は何ら着手していないし、 ニューギニアに対する認識不足であり、中央も楽観しすぎていると報告した。2月20日、第8方面軍の今村司令官は、トラック白地の戦艦山とに、連合艦隊司令長官山本56大将を、尋ね、南東方面における陸海軍共同作戦について、懇談している。日本陸海軍の戦闘機が護衛するとはいえ、第8方面軍は、不安を抱えたまま、 全般的作戦の要請上断固としてやむを得ず、第81号作戦を決行した。3月3日、日本軍輸送船団は、ダンピール海峡で連合軍の大規模空襲を受け、輸送船8隻と駆逐間4隻沈没という大損害を受けて、作戦中止に至った。ビスマルク海海戦の結果は、昭和天皇を含め、日本陸海軍各部に多大なる衝撃をもたらした。 大本営陸海軍部は直ちに対応を協議したが、あくまでニューギニア方面重視の方針は堅持することになった。適正空間下での輸送は困難を極め重要問題となる。大本営の合同研究には古代一段作戦の結論前日の敵上判断による敵航空の優勢と地上三四団の構成に対してマダンライミチの完成する8月頃まで、 我が軍は何人とかして、だえ、サラモアを確保しなければならないが、これは一に、補給の確保にある。航空作戦は、この際防制ではダメ。こちらは、ラビブナ間の敵輸送路を攻撃する。これを叩けば、敵の突進力はなくなる。との項目がある。軍令部作戦課長、山本千香大佐によれば、移号作戦について軍令部から指示した記憶はない。 81号作戦来輸送の全滅は、異号作戦結構の一つの動機になったと思う、という。3月22日、日本陸海軍は、南東方面作戦陸海軍中央協定を結び、陸軍は、同日付で大陸予備第1465号を、海軍は25日に、第3弾作戦方針指示と、大海予備第213号をもって、ニューギニア方面、 ソロモン諸島方面に対する新規作戦方針を示した。その中には航空機に関して南東方面艦隊司令長官の指揮する大役左の兵力状況にイリボ艦飛行機を転用増強することありの項がある。この新陸海軍中央協定では陸海軍新に一体となり両軍の主作戦を先つ。 ニューギニア方面に指導市外方面に置ける作戦根拠を確立すこれの間、ソロモン軍島及びビスマルク諸島方面にお手羽防御を強化して原戦領領域を確保し来航する敵を随時撃破す等隊、陸海軍航空兵力の統一式についても言及及び研究が行われていたが実現しなかった。3月下旬、大本営陸海軍部は 第八方面軍参謀長、加藤鍵平陸軍中将、連合艦隊参謀長、宇垣きまとい海軍中将、南東方面艦隊参謀長、中原義政海軍少将等を東京に招致し、現地の意見を聞くとともに、中央の作戦方針を示した。3月26日には、昭和天皇が大本営会議に臨をしている。日本陸海軍は、 ガダルカナル島撤退後のソロモン諸島防衛戦をどこに置くかで意見が対立し、ブーゲンビル島などの北部ソロモン諸島は日本陸軍の担任、ニュージョージア諸島やサンタイサベル島などの中部ソロモン諸島は日本海軍の担任という方針で妥協した。だが、ソロモン諸島の防衛姿勢は未だ陸海軍間で一致せず、折衝が続いた。中部ソロモン地区強化のため、日本海軍は 従来より駆逐艦による輸送作戦を実施していた。すでに制空権は連合軍側に渡っていたため、その傘のもとに連合軍艦艇の行動も活発化した。その結果ニュージョージア島ムンダ地区、コロンバンガラ島、ビラ地区は3月5日、連合軍艦船により艦砲射撃を受け、同日コロンバンガラ島へ輸送作戦を実施していた日本海軍駆逐艦2隻は、 メリル少将率いる任務部隊に襲撃され、全滅する事態となった。この頃、南東方面の日本海軍基地航空部隊は、連度低下、機材搭乗員の損耗ともに激しく、夜間小数機で行っていた立攻の夜間爆撃すら、実施困難となり、11航艦の推定がそれを肩代わりする事態に陥っていた。2月14日に、アメリカ陸軍航空隊や、 海兵隊航空隊の航空機からなる船爆連合がブーゲンビル島のカヒリを攻撃し日本海軍の航空隊が迎撃したが日本軍は戦闘機1機の損害だったのに対してアメリカ軍は10機を悲劇追いされセントバレンタインデーの虐殺と呼ばれる被害を出した4月3日未明ニューアイルランド島のカビエン港がアメリカ軍の空襲を受け 日本側は第8艦隊の従順洋艦アオバが大破して、角座、駆逐艦吹雪が中破するなどの被害を受けた。一方連合軍は南部ソロモン諸島及び東部ニューギニアのブナ地区を主中にしていた。この方面より発進する連合軍戦闘機と爆撃機はムンダ方面、ダエ、サラモア方面を連日のように空襲し、ソロモン諸島方面では ニュージョージア島より南、ニューギニア方面では、ダンピール海峡地区より南の制空権を掌握するに至った。3月下旬、連合軍はカートホイール作戦を発令し、南東方面での反抗に出ようとしていた。3月から4月上旬にかけて、ガトーには米軍の輸送船や艦船が頻繁に入り泊し、日本軍は米軍が近くソロモン諸島で攻勢に出るかもしれぬと、 懸念していた。移合作戦時の巡洋艦爆隊、ブナカナウ基地。連合艦隊が母艦飛行機隊を陸上基地で大規模に運用する構想については、ガダルカナル島テッ作戦後の連合艦隊の作戦指導構想の中にすでに見えている。ただしこの時点では、投入兵力は一航戦のみであり、攻撃目標も敵機動部隊を想定していた。また、 移合作戦そのものの構想が固められた時期について、戦士総書では1月に大本営海軍部より提案された昭和18年度帝国海軍戦時編成案について連合艦隊が2月25日に回答した中に時期作戦についての言及があり、この時期作戦が移合作戦を指すのではないかと推測、そこから遅くとも2月中旬頃には作戦に関する、 構想は固まっていたのではないかとしている。作戦を計画するにあたり、軍令部からの直接の作戦指導はなく、路合作戦時のような現地部隊からの増援要請もなく、連合艦隊が独自に立案し実行されたものだった。連合艦隊戦務参謀、渡辺康二の回想によれば、81号作戦、以前から一度敵の出花をくじこうという考えがあり、 同作戦の失敗によって、その時期を繰り上げたという。また、この作戦は、はじめから、荒ごなしのつもりであり、母艦飛行機体保全の観点からそうなったという。専務参謀である渡辺は、化合作戦とニューギニア方面の輸送作戦を担当していたが、移合作戦は、航空参謀である、ト畑ハクリユーが担当した。第3艦隊作戦参謀。 長井住高の階層によれば、第三艦隊母艦機を南東方面に使うことについて連合艦隊と第三艦隊司令部幕僚館では相当の論争があったように記憶している。三艦隊側は反対意見であった。しかしこの問題が司令部上層までに及んで論議されたことは聞いていない。おそらく山本長官自ら発案し、 小沢第三艦隊司令長官に直接了解を得られたものと思う。という。また、軍令部第一部第一会員の佐々木たけしは、軍令部総長が、けご作戦後、加藤攻撃を実施すると発言したことを天皇が取り上げ、その後一向にやらんではないかと問われており、そのことが少なからず作戦の実施に影響を与えたのではないかと推測している。 第8方面軍側の記録によれば、3月中旬に今度の作戦方針を研究した際に、来自で合意、連合艦隊は、第8艦隊の飛行機を増加し、ニューギニア北岸に対する敵の戦乱を撃破しその、進行を阻止するという機頭を持っているとの説明があったという。3月18日には、 軍令部の山本有事中佐が大本営陸軍部に海軍側の意見を伝えた際に、なお、連合艦隊はソロモン及び、ニューギニア海域の敵の振動、はなはだしいので、第三艦隊でこれを相当する予定である。と述べている。3月26日、大本営陸海軍部、連合艦隊、南東方面艦隊の懇談席上、宇垣連合艦隊三傍長は、 南東方面現状打開の方策として、母艦空母を一時期ラバウル方面に集中して、圧倒的作戦を実施する。と説明した。このように、作戦立案に関する経緯が、現在も不透明な部分が多いのは、作戦終了後、作戦立案の中心的人物であった山本五十六が戦死していることや、当時連合艦隊参謀長であった、宇垣まとめの印 戦争6の1943年1月1日から4月2日までの記述が戦後紛失してしまっていることも影響している。うがきまといの口述書によれば、作戦を決意したのは3月の中旬であり、その目的は以下のようであった。作戦の実施時期については、内地において訓練中だった第二航空戦隊のトラック白地進出を待って開始された。また、 作戦式に関して、第3艦隊と基地航空部隊である第11航空艦隊を統一して指揮する必要があり、これまでの慣例では専任にあたる11航艦の司令長官、草勝智一海軍中将が統一指揮を取ることになるのだが、母艦飛行機隊の指揮を基地航空部隊の指揮官に任せて必要以上に消耗させたくないという第3艦隊の意向もあり、 連合艦隊司令長官である山本56隊長が統一式を取ることになった。4月2日午前8時、小沢中将は一式陸上攻撃機に登場し、母艦飛行機部隊を率いてトラック白地を出発する。同日午後1時30分、ニューブリテントラバウルに到着した。4月3日、連合艦隊司令部は飛行艇2機に分乗して、 トラック白地からラバウルに移動し、第11航空艦隊司令部庁舎に、正規を掲げた。ラバウルに、連合艦隊、第11航空艦隊、第3艦隊が揃った。1X 攻撃、2Y2 攻撃、3Y 攻撃、4 4日の攻撃戦士総書では、作戦の概要は、以下のようなものだったと推測している。作戦目的的の反抗期と撃彩。 防圧補給輸送を促進し、第一戦戦力の充実を促進する、現地陸海軍部隊の作戦主導強化、作戦機関参加兵力参加兵力の内訳。さらに、作戦要領として、敵艦船の攻撃は、艦上爆撃機を主要、戦闘機は、その援護にあたる他制空隊により、敵機の制圧、陸上攻撃機体は、敵航空基地攻撃に主要する。 などとしている。この基本計画に従って、攻撃予定地や参加部隊などが決められた、攻撃当日朝のつらぎ港、左端が沈没した駆逐艦アーロンワード、ニューブリテン島ラバウルからガダルカナル島まで冷戦が直行するには距離がありすぎたため、母艦戦闘機部隊は中間地点のブーゲンビル島の前進基地に展開することになった。 さらに戦力を一箇所に集中させると危険であり、また離陸時間を調整するために分散配備を命じられた。母艦航空隊の整備員や物件は一式立行により部員やバラレに移動する。4月4日から4月6日にかけて天候は不良であった。当初の作戦計画では4月5日攻撃実施予定であったが天候不良により二度延期される。この間、 ポートモレス B に攻撃目標を変更することも検討されたが、準備不足のため結局実施はされず、その稚拙な対応ぶりに、ウガキは、たびたび言うことながらいかにも計画が一本筋のみの薄ペラなりことにぶつかって、初めて変更を考うと日記に記している。攻撃は、結局4月7日に実施され、部隊編成及び発進基地は以下のようになった。 4月6日の敵通信情報によれば、ガトー付近には、艦船約35隻の所在が確認され、どうやガトーを爆撃した立港からも、ブラク島北東海面に北上する、巡洋艦3隻と駆逐艦6隻の発見報告があり、4月7日朝に実施された253空の100、式、司さだによる偵察でもつらぎ港に、巡洋艦2隻、駆逐艦6隻、 大型輸送船2隻などを確認、そのたるンガ岬沖、サボ島付近にも敵艦船の存在を認め、前日の敵通信情報が裏付けられた。攻撃隊は9時45分から11時にかけて、次々と核飛行場を発進、攻撃隊ごとに空中で合同し、目標上空を目指した。11時25分ごろ、第一星空隊が東上空に突入。 続いて15分遅れて発進した第2制空隊も、ガトウ上空に到着、12時30分、582空の例、船体が敵戦闘機と空戦に入る。その後およそ13時前後に第1から第4、攻撃隊が相次いで、ガトウ上空に到着、第1、第2攻撃隊は、つらぎ港在白艦船を攻撃、第3攻撃隊は、 シーラーク水道付近の輸送船を攻撃、第4攻撃隊は、ルンガ岬付近の艦船を攻撃した。その直後から制空隊、直延隊の冷戦は、迎撃に上がった、連合軍の F4 隊、P-39 戦闘機76機と空戦に入り、おおよそ13時40分頃に、すべての部隊が戦場を後にした。また、この攻撃で、 飛用艦爆隊の操縦員として参加していた作家の豊田城の上記は撃墜され、その後米軍に救助され、捕虜になった。攻撃終了後15時から17時までの間に、各部隊は発進基地へ帰着したが、飛用艦爆隊のうち3機、巡洋艦爆隊のうち1機はコロンバンガラ基地に、巡洋艦爆隊のうち6機はムーンダ基地に帰投した。また、連合軍は、 航空機の写真偵察により、日本海軍機の集結を事前に察知しており、これに対応するために使用可能な戦闘機のすべてが、ガトーに集められ、当日は76機の戦闘機が、サボ島周辺で、日本軍の攻撃隊を迎え撃ち、爆撃機はすべて事前に、ガトー南西誕生空へ飛退していた。さらに当日の日本軍の攻撃隊の発進も、 コーストウォッチャーにより地区一同性を掴んでいた。また、この方面には、当時第18任無部隊の軽巡ホノルルヘレナ、セントルイスク地区間6隻も在白していたが、日本軍の接近を察知し、当日予定されていたムンダイの砲撃をキャンセルし、インディスペンサブル海峡を南下し被退していた。9日、大本営海軍部は、現地からの報告をもとに戦火を発表した。なお、 この戦闘を大本営海軍部はフロリダ沖海戦と呼称した。オロワン、1943年バラレに展開していた二航船司令部や母艦航空部体制備員は4月8日から9日にかけて一式立港に分乗し、ラバウルに戻った。直ちに西ニューブリ天州のスルミに展開することになり、人員や物件は航空便で移動した。 予定では4月10日に Y 攻撃実施となっていたが、前日よりニューブリテン島、スタンレーサンム役方面の天候悪化のため、これを延期し、10日以降 Y1、Y2 攻撃を実施することになった。整備のため1日間を置いて4月11日ブナ方面、攻撃である Y2 攻撃が実施された。部隊編成は以下のようになった。また艦爆隊は、 各機60キロ爆弾2発装備で出撃した。8時30分から9時にかけて、ラバウルを発進した攻撃隊は、11時25分から40分にかけて、オロワン及びその南のポートハーベー上空に到着。艦爆隊は、在泊中の輸送船を攻撃し、イギリス商船、ハンヤンに直撃弾2発を与え、他に、護衛のオーストラリア海軍の総海底、 パイリーと小型の輸送船にも命中弾を与えた。この攻撃に対し P-38 及び P-40 戦闘機約50機が日本軍を迎え撃ったが当日迎撃に上がった米陸軍の第8、第49戦闘航空軍の戦闘機体は日本の陸軍航空隊との連日の空戦を経験しているため連度が高く日本海軍機は 激墜戦火を果たすことができなかった。その後攻撃隊は14時から14時40分にかけて帰着した。応援スタンレイ山脈連合艦隊は11日の天候予想の結果に基づき、12日に Y 攻撃を実施することを決めた。攻撃直前の偵察も2回にわたり実施し、2回目は進撃路上空の天候偵察に重点が置かれた。これは、 ニューギニア特有の変化の激しい天候と応援スタンレイさん役を超える際の危険性に配慮したものだった。舞台編成は以下のようになった。今回はラバウル上空で全飛行隊が集合した。第一攻撃隊と第二攻撃隊は約1000メートルの間隔を空けて編隊を組み、その上空500メートルに制空隊を配備して進行した。攻撃隊は九時頃。 ポートモレス B 上空の手前から連合軍機44機の溶撃を受け、その後9時25分頃から爆撃開始、おおよそ12時30分頃に帰着した。また、随格隊の一部は一旦、ニューブリテント西部のスルミ基地に着陸し、燃料を補給した後13時15分ラバウルに帰着した。この、y、攻撃実施直前に連合軍爆撃機がラバウル空襲をし、 地上待機中の霊戦多数が損傷している。ミルン湾、1943年4月13日、天候不良のため日本海軍は出撃を見合わせた。4月14日、ミルン湾及びラビに対する基地航空部隊の攻撃と、同じく母艦飛行機隊の攻撃が実施された。部隊編成は以下の通りであった。第一攻撃隊。 Y2 攻撃隊攻撃隊離陸後、立候同士の空中衝突事故が発生し、立候1機が墜落、立候1機が損傷して、ラバウルに緊急着陸した。攻撃隊は11時35分から11時50分に、かけ、ミルン湾在白の敵艦船及びラビ東飛行場を爆撃した。Y1 攻撃隊の751空の立候は、白地を爆撃したが、 有効弾は与えられなかった。また、702空の立候隊は、敵戦闘機の擁撃を受けた刑が乱れ、白地攻撃の予定を変更し、ラビ東飛行場を爆撃、数箇所を炎上させた。二航戦の艦爆隊は、湾内の艦船の攻撃に成功、オランダ商船番ヘイムスケルクを資金弾により火災を生じさせ、その結果同船の貨物室は大爆発を起こし、 オーストラリア総海底和賀の消火作業も実らず、ついに放棄されその後沈没した。その版オーツフールン、ゴーゴンの2隻の商船にも損害を与え、攻撃隊は15時頃に帰島した。ラビ付近の敵対空砲火は比較的少なく、連合軍の P-40、P-38 戦闘約40機が日本海軍の攻撃隊を迎え撃ったが、その妨害行動も、 あまり必要ではなかったという。4月15日、予定計画に基づき核飛行隊は、翌日のブナ攻撃の準備に入った。4月16日早朝、東部ニューギニア北岸への偵察を実施したところ、ブナ方面に敵艦船は見られなかった。このため、山本長官は、ブナ攻撃を中止し、これをもっていい合作船の集結を加齢した。また、同16日、 連合艦隊は、第2期作戦の戦火並びに被害を報告、加藤方面攻撃に相次ぎ、ニューギニア方面航空作戦に、敵の意表をつき甚大なり打撃を与えてきの、反撃機と相当防圧し得たるものと任務と所見を出し、概ね作戦目的を達し得たものと判断した。作戦終了後の4月17日、連合艦隊は、ラバウルに各部隊司令部を集め、 2号作戦研究会を行った。ここでは、連合軍の造成者団と、前線航空基地の整備を主題として取り上げ、山本も航空船の整備が勝敗を決するという趣旨の訓示を行った。また、宇垣は、航空作戦に関して、偵察を徹底すること、小目標であっても、こまめに攻撃すること、大型機に対する対処法や、 新たな攻撃法に対する研究の促進などを希望として述べた。移号作戦では南東方面艦隊と第三艦隊の指揮系統を調整するため、連合艦隊が最前線のラバウルで指揮を取ることになった。山本長官以下連合艦隊司令部はトラック島の連合艦隊機関、武蔵を離れ、ラバウルに進出して移合作戦を直接指揮する。本作戦終了後、 山本はブーゲンビル島、ショートランド島の前線航空基地の将兵の労をねぎらうため、ラバウルからブーゲンビル島の部員基地を経て、ショートランド島の近くにあるバラレ島基地に赴く予定を立てた。その前線視察計画は南東方面艦隊と第8艦隊の連盟で関係方面に打電された。山本長官の部員進出は前線視察を兼ねて、 現地将兵の指揮公用を狙ったものであったが、同時にソロモン諸島で苦闘を続ける日本陸軍訪問の意味もあった。宇垣き連合艦隊参謀長は第17軍司令部を訪問してガトー戦以来の戦功をねぎらいたいと以前から考えており、山本もそれを望んでいたことも理由の一つであった。前線視察に関しては第三艦隊の小沢寺三郎中将らから反対されたが、 連合艦隊は予定通りの視察を決行した。4月18日6時5分、連合艦隊司令部一行は2機の一式立行に分乗し、護衛の冷戦6機を伴ってラバウル東飛行場を発進した。小沢中将の第三艦隊司令部やに航戦司令部も一式立行に分乗して、ラバウルを離陸午前11時頃トラック白地に到着して、 それぞれの機関に帰還している。一方の連合艦隊司令部一行は7時40分ごろ、米陸軍の P-38 戦闘機16機と空戦になる。バラレ到着を目前にして、一式立行は2機とも撃墜され、山本長官を含む立行一番機乗員は全員戦死した。指揮権継承順位により、第二艦隊司令長官、近藤信武中将が、 臨時に連合艦隊司令長官の職務を代行し、4月21日に小賀根一大将が連合艦隊司令長官に任命された。4月25日、小賀長官はトラック白地の戦艦武蔵に到着して、正規を掲げる。この時点で、宇垣参謀長以下連合艦隊司令部員も多くが、戦死、負傷していた。その結果、 3月に軍令部より打ち出された第3弾、帝国海軍作戦方針に基づき、直ちに発令されるべき、連合艦隊第3弾作戦命令の発令が8月になり、日本海軍の作戦指導に影響を与えた。において、機動部隊を活用することができなかった。また、基地航空部隊も、作戦直後の偵察により、ガトー周辺及び東部ニューギニア北岸地域に、 多数の航空機、艦船の集結を認め、今後も移合作戦のような大規模な航空作戦の必要性を感じていたが、21航船、26航船ともに移合作戦の消耗から回復しつつ、小規模な攻撃を実施する程度で、大規模な構成作戦は5月の25航船の最新室まで待たねばならなかった。また、総加任一の階層によれば、 17日の研究会において戦闘機の実力が開戦時に比べ相当落ちていることが取り上げられており、過大な戦火報告と空戦能力の低下は徐々に日本軍の航空作戦の問題になり始めていた。こうした犠牲を払いながらも今回の作戦により連合軍側も7日の X 攻撃によって連合軍の北上作戦が10日間延期されている。 4月3日のカビエン空襲で大破したジュ,ージュンアオバは、慶順川内に栄光されて4月25日にトラック白地に到着した。今回の作戦についての連絡は、現地の第8方面軍には3月12日に、参謀本部には同18日に正式に伝えられていたが、海軍の航空作戦にこ応して、 積極的な航空作戦や大規模な戦団輸送を実施するような機運にはならず、中央も現地も傍観的な態度であったという。これに関して、戦死総書66、大本営陸軍部6では、なぜ陸海軍航空隊による統一作戦、航空撃滅戦が実施できなかったのか、と指摘している。3月の時点で杉山元参謀総長は、 南東方面陸海軍航空式の統一運用を唱え3月22日の南東方面陸海軍中央協定でも航空作戦の指導に方、リテ派特に陸海軍航空戦力の統合発揮に務むむと指示されている。4月初め、天皇は参謀総長に海軍はソロモンやモレスビー方面に大規模の航空作戦を行うというが陸軍は いかにするか、と、暗に陸海軍の共同作戦について注意を促した。4月11日、天皇からも移号作戦に関連して陸軍の作戦指導に関する質問がなされた。そのため、参謀本部では現地第8方面軍に対して12日には補給の現状と今後の見通しについての問い合わせが、14日には海軍の航空作戦に呼応して、 積極的に輸送作戦を実施するよう特則が発せられた。中央の指示に対しラバウルの第8方面軍ではニューギニア方面の輸送計画に関して海軍側と困難な折衝を続けていた戦いきさつもあり、方面軍参謀の妹熊男はそれまでの中央の現地に対する無理解への不満も相まって中央からの神経質な干渉に相当な苛立ちを感じていた。 ただ、現実問題として、当時積極的な航空作戦を実施できるほど、陸軍の航空戦力が充実していなかったことは、妹自身も認めている。当時の南東方面はもはや航空援護なしに、輸送作戦を実施することはありえない情勢であった。ため、ことは簡単ではなかった。また、この当時の南東方面に展開していた。 陸軍航空部隊である第6飛行士団の3月20日頃の実動戦力は1式戦闘機50機、99式総発系、爆撃機16機、97式10爆撃機17機、100式司令部偵察機3機の合計87機であり、これは部隊定数の60%に過ぎず、この頃の第6飛行士団はもっぱらぶな。 オロワン方面への夜間爆撃と輸送部隊の戦護衛に従事する程度の活動に甘んじていた。それでもこの作戦中にソロモン方面、ニューギニア方面への輸送は数回実施されており、この時期の同方面への輸送戦団が航空機による妨害を受けないことは稀であったが、X 攻撃直後の4月8日のムンダ輸送は連合軍の妨害を受けることなく成功し、 この後始まる中部ソロモンの防衛の一助となった。第8方面軍も移号作戦によって、ムンダ、サラモア方面の連合軍の活動が低下したことを認めている。とはいえ、作戦実施期間の関係でその効果が現れた。期間は短く、陸軍側には物足りないという思いが残った。作戦終了時、連合艦隊は、ガト方面攻撃に相次ぎ、 ニューギニア方面航空作戦に敵の意表をつき甚大なる打撃を与え敵の反撃機と相当暴圧し得たるものと任務と所見を出し、概ね作戦目的を達し得たものと判断している。この作戦の問題点としては、戦火に比して日本の被害が大きいことが挙げられ、参加部隊の機材の損失、搭乗員の質の低下といった航空戦力の低下を招いたことが批判される。 戦死者も戦闘機搭乗員のみの比較でも日本側の15名に対し連合軍が合わ3名と少なかった。こういった結果は予測できたものとして計画者の山本56長官を批判する意見もある。当時のアメリカ太平洋艦隊司令長官のチェスター・ニミッツは山本長官は先制の悪化に驚き、 連合国計画の拡乱を意図した全面航空攻勢作戦を指揮するため、自らラバウルに出発した。第三艦隊から派遣した約200機と陸上基地の海軍機100機を持って、彼は戦争中最も強力な日本航空部隊を編成。まず最初にアイアンボトム水道における船舶を、ついで東部ニューギニアの目標に攻撃を加えた。この結果は決して小さくなかった。 駆逐艦一隻、コルペット艦一隻、給油艦一隻、輸送船二隻を撃沈し、25機の連合軍飛行機を破壊した。しかし、日本は40機の犠牲を出し、空母の第一線搭乗員の大きな損失は、日本の空母部隊の戦力を、これまで以上に大きく低下させたのである。と評している。戦後 GHQ によって作成されたマッカーサーレポートには、 航空攻撃の非常に有効な結果にもかかわらず、日本海軍航空隊は大規模な航空攻撃を継続する能力を持っていなかったと評価をしている。連合国軍最高司令官総司令部参謀第二部長、チャールズ・ウィロビーは、広く分散していた三つの目標に飛行隊を分けた、結果、その攻撃は徹底さを欠いていたと評している。サミュエル・エリオット・モリソンは、 4月7日の X 攻撃については、アメリカ軍の構成準備のスケジュールを約10日間地帯せしめたと記るし、また11日以降に始まる Y 攻撃に関しては、艦砲射撃のない航空戦力は、航空支援のない艦艇と同様に効果がないことを証明したと両航空作戦を評価している。ありがとうございます。